まあ、本当にこう打線がいい働きをしてますよね。そうですね、まあ、特にね、シーズンのね、はい、何試合か何カードかはね、ええ、この、仙台でやるときに、はい、こういうゲームやるんですよね、楽天でもね。去年のシーズン序盤はね、本当に打ち勝ったというゲームが非常に多かったんですが、ね、はい、4回の表のマウンドです、岩隈。少しこう投げた後、一塁側にこうバランスを崩し気味です、岩隈です。あ、低めノースリー。今シーズン4試合投げて一番多く投げた球数は97球。まあ、100球目前にしてマウンドを降りる形になっています。ああ、外れました。ストレートのフォアボール。ちょっとバッテリーも苦笑いですが、ノーアウトランナー一塁です。伊藤さんから先ほど、かえって点差が広がってこういう状況ではピッチャー難しいんだという話がありましたが、はい、立ち上がりローズを歩かせてしまいました。まあ、とにかくね、もうあとはアウトをこう増やして、一つずつ増やしていって、最初のバッターボックスはインコースをうまくついて三振に打ち取りました。ここも内側から。ある程度やはりここもインコース意識させてという感じになるでしょうか。うん、まかり間違って長打を浴びたとしても、まず対応ってありますからね、はい、ここは思い切って攻めていってもらいたいですね。ファールです。このローズも4月26日日本ハム戦で外国人で初めて通算450号のホームランを記録しています。40歳のローズ、今シーズンもすでに10本のホームランを放っています。この人も40歳ですか。そうですね、はい。あー、いいボールです。この辺の高さ、非常にこう低めに来るコントロールされているボールです。でここまではね、先ほどの塩崎と同じなんですよね、はい、スライダーとで今フォークのコンビネーションでツーバンド追い込みましたよね、でここでストレートでしたね、塩崎に対しては持ってくるのかどうか、はい、少しここは高めに抜けました。ここはあえて高めにストレートで見せ球、まあ、振ってくれたら儲けもんという感じの、まあ、配球でしたよね、まあ、あのボールを使った後に当然普通でしたらもうフォークというねことが考えられるんですけど、まあ、ローズもその辺が分かってますんでね、はい、低めローズバット止まった。ツースリーフォークでしたね。普通のバッターだったらね、はい、本当に今のは振ってもおかしくないコースなんですよ。そうですか、はい、まあ、ローズもフォークっていう頭当然ありますし、はい、もう日本でこれだけね経験してますから向こうで頭に入ってますよね、はい、でこのカウントになって今のボール行ったら来るんですよ。ツーツーだとバットは止まるけどツースリーだと振ってしまうという、ランナースタートを切ります。あ、バット回った、三振。岩隈の勝ち、スリーアウト。最後はスライダーだったでしょうか、ね、はい、今のローズと岩隈の対決の全球もう一度ご覧いただきましょう。
初球は低め、少しこう引っかかったボールでした。そして2球目は変化球でファール、カウントを稼いで、そしてここはいい高さに落ちていったボールでした。まっすぐが少し抜けて、ここはローズもよく見た。ローズはちょっと中途半端なスイングになってしまいましたが、最後は三振。非常にね、もう前回されてるんですよね。あ、なるほど。まあ、相手ストレート1球目にインコースのボールから入って、はい、それでスライダーフォークときて2ワンからのゲームの時にはね、はい、やっぱりあの、まあ、違和感は別にしてね、やっぱり1人で投げに行くっていうね、チーム状況を作っていかなきゃいけないと思うんですよね、はい、4番のローズです。休ませられるときに中継ぎを休ませるということですね。ホームラン10本。ここ2試合、そして今日もヒットがありません、ローズ。高めの球の後、今の低め、高低をうまく使います。ランナー出してからのピッチング、岩隈。ああ、いいボールですが、何か今のはこう久しぶりに力のこもったストレートだと思いますが、そうですね、ローズに対してはやっぱり1打席目からね、はい、非常に厳しい配球はしてますよね。いい当たりだ、ライト入りました、ツーラン。ここはローズが捉えました。完璧な当たり、今シーズン第11号。その前のボールが一つインサイド際どいところで外れて、伊藤さん、それもちょっと甘かったですかね。そうですね、少しシュート回転して、あの紙一重なんですけどね、はい、まあ、ローズがね、やっぱり打てるインコースに来ましたよね。こうローズらしい非常に鋭い当たりでした。5番のラロッカです。ツーストライクワンボールから、その前のボールが若干内寄りで、それもちょっと中に入ったくらいですけどね。ボール1粒ぐらい、2粒ぐらい甘くなりましたかね、はい、今のストライクですからね、はいはい、もう少しね、高かったらおそらく、まあそこまで行ってないかもしれないんですよね、少し苦手なところがどうぞありますんで、はい、まあ、一番好きなところに入ってきましたよね。でもさすがにあれを見逃さず打ったっていうローズはやっぱり好調ですね。そうですね、今このクリムゾンレッドの風船が舞ったクリネックススタジアム宮城です。今日もこの放送席から見る限り満員、大型連休のそのさなか、まあ、先発は今日岩隈ということもありましょうが、この辺りはもう声の掛け合いというところですけども、最後はローズが掴んでいます。今度はローズが仕留めました、ライトへ、第11号のツーランホームラン。これで7対3。
その後5番